ートレース下関プレミアム G1 第10回ヤングダービー。5日目最終戦はオール女子対決が組まれました。第12レース対戦メンバーは1号艇大橋瑠璃花、2号艇土屋みなみ、3号艇大山千尋、4号艇高田光、5号艇西岡成美、6号艇中村かなえです。今日は1レースからホーム追い風収まることなく安定板をつけてレースが進んできました。今もしっかりと旗がなびいています。1号艇は大橋瑠璃花。今日前走はピット離れ飛び出したシーンもありました。ここは白い勝負服、インコースへと入ります。2コースが2号艇の土屋みなみ。シリーズ初勝利が待たれます2号艇の土屋。そして3コース3号艇の大山千尋、今節準優へは惜しくも次点でした。そして4コース4号艇の高田光、伸びは強力。さあ角4コースに構えました。高田の隣5コースには5号艇の西岡成美、6コースから6号艇の中村かなえ。オール女子対決一般戦の第12レース、並びは枠なりでインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4番の高田はスタートへこみました。インから1号艇の大橋がトップタイミングから1周の1マーク、逃げるのは1号艇大橋、2号艇の土屋が刺す、握ったのが3号艇の大山、先頭は1号艇の大橋瑠璃花です。差しから追走は2号艇の土屋、その後ろに3号艇の大山と続いています。スタートは前提正常でした。押し切ったのは1号艇の大橋、1周の2マークをトップで回ります。続いては2号艇の土屋みなみ、その内側から3号艇の大山千尋ヒロと回ってきまして、上位の体型は1番2番3番1、2、3の体勢でレースは2周目と入ります。先頭は1号艇の大橋瑠璃花です。2周の1マークも今トップで旋回していく。続いては2号艇の土屋、3番手は5号艇の西岡が先に回りました。差しハンドルで3号艇の大山、3番手が接戦になりました。ここは5号艇の西岡の方が3番手優勢と変わっている。追いかける形が3号艇の大山。さあ注目が3番手で2周の2マーク、先に回ってくるのが3号艇の大山、5号艇の西岡は刺して応戦します。さらには4号艇の高田もやってくる。3番手は5番と3番が並んでいます。5号艇の西岡成美を巻き返して捉えているのは3号艇の大山千尋。そして足は強力、4号艇の高田光もじわじわと上がってくる。最後の1マーク、3番手は4号艇の高田が先に待った。これに続いた5号艇と3号艇ですが、さあ今度は4号艇の高田光が3番手に浮上となった。上位体系1番2番4番で最終ターンマークです。先頭は1号艇の大橋瑠璃花、昨日に続いて逃げを決めます。そして2号艇の土屋みなみが2番手、3番手で回るのが4号艇の高田、切り込んでくる5号艇の西岡は届きませんでした。先頭1番が五輪、2番五輪、4番ゴールイン、5番3番ゴールイン、6番ゴールインです。